皆さんこんにちは、ビーレジェンド住田です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。今回はね、前回動画で紹介したね、ウェイトダウン、こちらの3種類の、レビューをやっていきたいと思います。フレーバーなんですけれども、さっぱりヨーグルト風味、濃厚バナナラテ風味、寄り添いココア風味ですね。今回は、ね、ネーミングにそこまで癖がないと思っております。それではね、ちょっと飲んでいきたいと思います。まずじゃあウェイトダウンのこちらさっぱりヨーグルト風味から飲んでいきましょうかね。はい。どう、堀ちゃん、匂いはどう？おお、いい、ね、美味しいヨーグルトの匂いがします。しますね。はい。ホエイとはちょっとやっぱり若干違って、うん、ちょっとしっとりしてるのかな。そうですね。見えますかね。こんな感じですね。粉がしっとりです。でこちらもね、このクロスプーン漆黒ですね。漆黒っていう名前なんですけど、これで擦り切っていっぱい。で水はだいたい150から300、今回は200で作りたいと思います。一杯ドン。はい、こんな感じですね。いや、しっかりやっぱり溶けもいいですね。泡もほとんどありません。それではいただきます。いただきます。ブラボー。はい、美味しい。美味しいですね。新しいパターンですね。そうそうそう。ちょっとびっくりしちゃいましたね。びっくりしちゃった、ごめんね。やっぱりでもあれですね、すごくさっぱりしてて、ソイのなんていうんですかね、あの粉っぽさがやっぱりほとんどないですよね。私ソイプロテイン苦手なんですけど、うん、あの特有のザラザラ感が全然なくて、うん、大豆の癖も少ないんで、ごくごく飲めちゃいますね。ね、あのレアチーズケーキ、あのなんか口の中で香るあの感じ、さっぱりとしたあの感じに似てると思うんですよね。ちょっと伝わりにくいかな。甘いんですけど甘すぎずさっぱりしてますね。これは後味は本当すっきり、ね、うん、すっきりですよね、うん、ザラザラ感がなくて僕びっくりしました、ほんま今飲んで。まさにさっぱりヨーグルト。さっぱりヨーグルトってほんまに美味しいな。でこれやっぱりちょっと前よりやっぱり美味しくなってますよね、ちょっと。じゃあ次ですね、濃厚バナナラテ風味ですね。いきます。これもでもしっとりとした感じなんですけど、あれですね、バナナの匂いがあまりしないですね。思ったより、思ったよりしないです。こんな感じですね。色は若干ちょっとなんか黄色みがかってるのかな。そうです ね。やっぱりちょっとバナナを再現してるのか、うん、でこっちもしっかり溶けて泡立ちもほとんどありません。それでは濃厚バナナラテ風味いただきます。いただきます。あの粉の時は全然匂いしなかったんですけど、溶いたらもうあのバナナの匂いですね。うまーい。いやー、これやってみたかったんですよね、堀ちゃん。それ僕の仕事やで。それで僕飯食ってんすから。そこ取ったらダメっすよ。念願の前やりました。いやでも美味しいよね。美味しいです、美味しい、本当に。ラテ感が出てんすよ、なんかやっぱりバナナラテなんですよ。なにこれ。あのそんなバナナほど甘すぎず、甘さ控えめ、うん、うん、甘さ控えめな、飲みやすいバナナの感じ。そうですね、ソイ独特のあの粉っぽさの感じがすごい抑えられててびっくりです。ほとんどないですね、うん、バナナラテにしてる意味がわかりますね、うん、味が。牛乳で溶かしたりしたら多分バナナラテになるじゃないですか。そんなバナナってこれは水で溶いてるけどバナナラテになってるんですよね。で甘すぎずすっきり飲める感じですね。じゃあ最後の、寄り添いココア風味ですね。こちらを飲んでいきたいと思います。寄り添いってなんすか。添いとかけてるんですね。この、お、今まではちょっと黄色っぽいパウダーやったんですけど、ココアになったらあのパウダーが茶色になりました。もうココア感が出てますね。ココアですね。匂いもココアです、これ。もう美味しい。こんな感じですね。色はもうココアですね。で、泡立ちもほとんどありません。それでは、寄り添いココア、
いただきます。いただきます。あーもうあれですね、ココアですよ。匂いはソイなんか思わないですよ、本当に。マンマミーヤ美味しいっすね、美味しいこれがやっぱりでも一番ベターやけど、やっぱ美味しいっすよね。美味しいですね。王道です、ね、王道やな、ほんまに。できる限りザラザラ感とかはなくしてるんですけど、うん、ソイやから若干やっぱりそういうザラザラ感みたいのもあるんですよね。それがでも逆にプラスに働いてる感じがあります、うん、コクが出てるっていうかな。めっちゃ美味しいっすね。私一番これが好きですね。よりソイココア派ですね。ああなるほど、うん、これバナナラテも捨てがたいんやけどな。やっぱりココア風味だと、うん、これからだんだん寒くなってきてるので、うん、少量の水で溶かしてから、うん、温かい牛乳とかで飲んでいただくと、うん、ホットココアになるので、うん、おすすめかなっていうふうに思います。しっかり甘さもあるので、うん、おやつにもぴったりかな。ちょっと熱すぎる牛乳とかになるとちょっと分離しちゃうんで、若干先に水で溶かしてからってことです。大体70度以上になったら固まっちゃうんだっけな。そう、爆発してしまうので、こう電子レンジで温めるのはおすすめしません。なるほど。で、こちらのね、ウェイトダウンさっぱりヨーグルト風味、寄り添いココア風味、濃厚バナナラテ風味ですね。こちら3種類、各1キロで4100円になります。で、こちらウェイトダウンね、リニューアルを記念して、通常12300円のところ、3袋で18000円で販売します。よっ。ぜひこちらのウェイトダウンセット、この機会にね、購入してお試しいただければと思います。そういたしましたら、堀ちゃんのね、うまいより、染田のうまいの方がいいねと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。さよなら。